はい、それではパート27ですね。一体勇者との攻防はどうなるんでしょうか。とりあえずね、ハンターが崖登れるのを知ったので、崖でとりあえず配置して、手数をなんとか増やさせとこう。はい、バストいらっしゃい。で、ちょっと司祭つっついとこうか。でもあれかな、あんまり上行かせない方がいいかな。どこまでが、なんかイベント来そうで怖いんだよな、下手に登らせると。いや、今は勇者だけに絞ろう。そうしとこう。下手に何かするのをやめよう。さあ、シーダが耐えれるかどうか。問題はそこだ。あ、クリティカルない。オッケー。これはいける。これはいけるはずだ。シーダ強くてよかった。育ててよかったよ。こんなガチムチのシーダーは見かけない。はい、3個目さんいらっしゃい。5人部隊がミネルヴァをはかりごと殺するに200ペリか。はい、5個目さんいらっしゃい。ねえ、ちょっとミネルヴァ狙われないかなってちょっと思っても、一応敵だからな、あれな。一応まだこれ敵だからな。仲間なった瞬間逃がさないとな。さて。とりあえず、カシムで削って。コスメを甘く見せるトリカードみたいなもんでよ。そう、あいつらも、あいつらも怖いね。で、遠隔勢が怖い。とにかく怖い。カシムで削って、まあいいか。あ、間違えた。なんで待機させてんだよ。操作誤ってしまった。最悪。何をしてるんだよ。ああ、そしたら、こいつで削って、マリックで倒すか。いや、シータで倒すか。やってしまったよー。勇者も崖登れると思うし、このターンで倒すんだ。あ、ほんとだ。ほんとだ。こいつ崖登れる。気づいてなかった。このターンで倒さないと、家臣確実に殺されるの。一体かーん。あれ残り HP いくつだっけ ?13 あれば倒せるよね。くー、そう、ゴードンで倒す予定が。お、また力上がったよ。
シーダーめちゃめちゃムキムキになってきたぞ。ゴードンは考えるのをやめた。ゴードンって、ゴードンがというより、カシムがね、考えるのをやめさせてしまったからな。で、あれ？エムブレムあったら、扉開けれるんだよね、確か。すごく下だな。多分、ボス倒す前にたどり着くよな。どうだろうか。あんで、ちょっと、ジュリアも上持ってかないとダメだ。宝箱開けれるんだっけ？どっちだっけ？エムブレムって、何ができるんだっけ？こいつら、上に動かそう。エムブレムは突きつけることで、自分が弁護士であることを証明します。逆転裁判かな？シーダ力にはリシカ伸びないのにな。あ、そうなんだ。へぇー。逆に力しかあまり上がってないんだが。シーダ優秀だな。主人公より主人公してるよ、能力的に。力と守備が伸びないのがペガサスなのに、和国初見はね。はい、初見。ハミューさん、いらっしゃい、こんばんは。そうなのか、守備は10は高いんかな。わからん。あれ、これ、ステータスのマックスって20って言ってたっけ？速さ乾燥してる？もしかして。20ですよ。妙に成長率いいな。52だったかな？どうも。はい、どうも。成長率いいんだよね。なんか知らんけど。52が何かがわからない。それははずだ。HP だ。あー、はいはいはい。HP やんか。あれ、エンブレムって宝箱かな？これで開けて、で、こいつにも持たせてたよね。あれ？開けるのはいいとして、これマリアって、誰でも話しかけれるのが？オープンザセサミというと開くよ。何のやつだっけそれ。どっかで聞いたことある。マルスで話しかけたら、助けれるのか。マリア倒そう。
倒してどうすんだよ。マリアを救うっていうためにここに来てる。どこまで前に出して大丈夫なのかな。なんかね、マリア助ける前にここに行くと、なんかミネルがガードを反したとかなんとか騒ぎそうな気がしてね、あんまり前に進みたくないんだから。下迎え撃ってからの方がいいかな。どちらにしろマリアのとこにマルスを持ってったら、なるほど、マケドニアの王族を根絶やしにすることで後のアリゲアの死体を円滑にするわけですね。そこまで考えてるかな、マルス。あ、そして気づいてませんでしたが、コミさんかありがとうございます。開けるでしょ。あ、てか扉の鍵補充しとこう。あと1マス足りねえじゃねえか。ああ、もうこんなとこまで来んのか。まずいな、まずいな。やばい、普通に下向かうってからじゃないと。ダメだね。全然意識してなかった。です、こいつ生贄に、他を下げよう。事故の匂いがしてきたぞ。うん、ちょっとしてきたね。まずいね。9でしょ？あ、大丈夫、大丈夫。動画にしか来ない。はず。動画にしか来ないはずなんだ。ただ、その後のこいつらだよな。ちょっときついな。思いっきりこの辺まで下がるべきか。ここまで下がっとけばよかったな。道が壁にしてなんとか耐えれそうだったけど、ちょっと悠長にマギアかまきすぎたか。だよな。だね、思ったより数が多いから怖いな。あ、クリティカル4もある。そうか、4あるか。動画もう1守備力上がって欲しかったなぁ。ちょっと待って。まずこいつら逃がす。
あんで、レナが一番まずい。レナが一番危ない。こいつどうしたもんかな。動画の主義成長なんて 10% だから、下手したらここでも11のままだぞ。あ、そうなのか。1は上がったんだよね。まずい。レナが相当まずい。やばい、こいつどうしよう。こいつマジでどうしよう。無傷、このターンここなら無傷でいられるけど。逆に考えるんだ、やられても修理比重で済むと。なんだっけ修理比重。ボスが動いてくる章もあるで。あ、マジで？マジで？それは全然意識しなかったよ。ああ、でも一応ここならどちらにしろね、食らわないんだけど、このターンなら。やばい、かなり下手だったな。よし、そしたら。9、9、27。よし。危ないかな、危ないかな。危ないかな、これ、このやり方は。高速座、こいつら3だから。こいつは明らかにまずい。誰か死にそうだなぁ、これ、怖えなぁ。移動見てなかったもん、これ。移動見てなかったっけ？こうやって見るのか。あ、まずいな。普通にアゴ貫通するぞ。あ、ニコ。普通にアゴ貫通するんだ。やべえ。やばいぞ。これはまずい。下手打ってるな。
どうしたらいいんだ。誰が行くのか。絶対誰か行くな、これ。あーくそー、ここまで来て失敗かよー。とりあえずここだけ確認しとこう。あ、話せる。あ、てか、あれ、これちょっと待って。これミネルヴァが行くんじゃねえのか、下手したら。ミネルヴァ速攻逃がさないとダメだな、これ。もし仲間になったら。完全に逃げに割りすぎた。ね。ミネルヴァ、今こそアリケア軍を叩くチャンスだ。まあ、とりあえず話そう。あ、あなたがマルス様ね。へえ、素敵な人なんだ。助けてくれてありがとう。私が助かったことを姉に伝えてください。届くかな。きっと喜んでくれるから。それと、これからは私もマルス様の力になります。おそばに置いてくださいね。いいでしょ？軽いな、この子。この人一応姫様だよね。あれ？んで、こいつまだか。あ、これでマルスでマルズでまた話しかけなきゃいけないよね、きっとね。ああ、ここまで来て、ここまで来てリセットとか嫌だなぁ。運よく生き残って、もうその次で、どうにかできるかどうかだしなぁ。レベル上がった。私、メソコン、武器レベル。読んだらリセするの？なるべく、したくない。来たか。しないよ。そこか。そこか。ナバールを狙ってきたか。やっぱ傭兵狙ってくるなぁ。避けろ！避けろー！お、避けた！ナイス！そして倒した。よかった。ホースメンが怖いんだ。ホースメンだよ、ホースメン。ホースメン。ホースメンどうにかしてーなー。ミネルヴァがその場で仲間になってホースメンに狙い撃ちされると思ったのに。うん、ちょっと思った。逃げろーって、やる、必要があるかと思ったけど。でも離れてったね。ミネルヴァ。さあ、次だ。次からだ。もうそこを狙ってくるか。やっぱ狙ってくるよな。クリティカルゼロなだけありがたいな。あと一人。お前は、ナバルだよな。怖えー、ナバール怖えよ。あ、生き残った。なんとか生き残った。よかったよかった。よかったー。で、こいつ一体どこに行こうとしてるの一体。マリアをかけてんのかな？マルスかマリアで説得って感じだよね、きっとね。ああ、セーブしたい。セーブしたい。一時中断したいぞ、ここで。で、なんとか全力で、
全力で攻撃して、数を減らそう。17だから倒せるよね。幸運と武器レベルだけか。こいつ力上がってほしいんだけどな。もうちょっと。力じゃない、速さか。速さが上がってほしいんだよな。かなり貧弱でな。んで、もう一体を。こいつで倒す。あ、今日はこの枠です。次はこの役を無効にしました。続きはまた今度ですね。やれるとこまでやりましょう。マリック前に出すの怖いけど。怖いけど、こいつでちょっと一体倒したい。倒せないか。攻撃力が足んないか。このターンは全力攻撃しかないだろ、わら。必殺に期待。クリスチャル来い。キャーやったよー。お前すげーわ。一応固めようと思えばできるのか。よかったな、わら。よかったね。そう、ちょっとね。ナガールかアベルどちらかは回復しないとまずいから。よし、とりあえず。お疲れ様。はい。今日はこの辺で終わろうかと思います。ちょっとね、中途半端な感じですが。この続きはまた次回やっていこうと思います。よければまた見に来てください。お疲れ様でした。